どうも、西武、所沢車両チャンネルでございます。えー、今回はですね、東京メトロー、03系のニュースでございます。えー、昨日ですね、その東京メトロ千住建築のコーナーにおきましてですね、改造中の03系が確認されたそうでございます。それでですね、側面車内のド,ドアボタン設置や、1号車へのパンタグラフ2機の設置のほか、帯の 剥がしや、の撤去もされたそうでございます。そしてですね、乗務員室へのミラー設置などが確認された一方で、優先席ステッカーや全照灯、側灯などはまだ手が加えられていなかったそうでございます。で、ワンマンを実施している事業者譲渡のための改造が行われているものと推察されたそうでございます。その03キーといいますと、あの、 地方の方に譲渡で、長野に行ったり、あと、熊本に行ったり、あとは、北陸の方へと、譲渡したっていう形跡がありますが、あの、常務電気鉄道におきましても、その、東京メトロの車両を、譲渡するっていうことは決定されているそうです。なので、この、今改造しているその03系は、 おそらくですね、常務電気鉄道に譲渡するのではないかという可能性があると見られます。02系に関してましてはね、ああ、の、残念ながら、あの、譲渡は不可能という形になっておりますので、おそらく03系の可能性は高いのではないかと見られます。まあ、果たしてね、どういう姿になるのかね、今後の動きに注目したいところですね。ということで、今回はですね、その、 先住検査力におきましてですね、その東京メトロー03系が改造しているという情報でございました。以上で終わります。